日本よろしくお願いします。さあ3分3ラウンドの夢舞台、突き上げるような右ジャブです。はい、おー、右ストレート、アウトが先に、ちょっと様子伺っている感じですね。あのパキャオは左から右、伺ってますね。パキャオはおー、後ろロック、でアンプルキア左のジャブ、右をスーッと伸ばしていった、ワンツー、今度はアンポ左のジャブ、もう一度左のボディ、さあこれでずっと見据えて、さあ第2ラウンド、さすがに出てくると思いますよ、このラウンドからは。パッキャオのパンチでもうあのアンポをちょっと込んでこようという間にパッキャオか、フライントだから右のボディ、最後のフック、ワンツー、右のストレートがやはり6階級右、パッキャオ相手のパンチをかいくぐっての右の、しかしアンポ前に出る、ガードをかかす、アンポ左のジャブ、ワンツースリーといった、ましたマニーパッキャオ飛び込んでいく、左右のフック、左、この左も当たります。今度はマニーパッキャオ、最初のスーパーアリーナ日本での最後の3分間なきゃいけないので、ちょっと出し方も、おー、左から左右のフック、悲しい笑顔の、楽しそうに、楽しそうにアンプルキア、アンポ選手もチャンスなんですよ。右カウン左、おお、右ストレート、左ジャックがグラッときた、右ストレート、ダウンショットとしている、左フック、残りは30秒だ、グラッときた、効いている、効いている、グラッときましたよ、おお、左フック、ちょっと疲れたか、疲れましたね。アンポが最後、正直パッキャオ、いや本当に信じるということは大切。